なんか気分が悪いみたいなのをおっしゃいましたっけ。で、それはちょっと過剰な反応ではなかろうかと思います。それでは大枠2点目に、移ります。公共交通体系の今後についてでございます。高齢者の運転により悲惨な事故が後を絶ちません。秋田方市では75歳以上の運転免許、自主返納者への支援制度を設けるなど自主返納を促していますが、生活が不明になるとの思いから手放せない方もおられます。秋田方市地域公共交通網形成計画の計画期間は平成30年度から令和4年度までの5年間となっております。令和3年度の施政方針には生活環境の向上について、お助けバスやお助けワゴンといった公共交通体系は運行開始から10年が経過している、社会情勢に伴って利用者のニーズも変化しているため、今後はデジタル技術の活用も含めた仕組みの見直しが必要ですとあります。次の計画に向けてどのような見直しをお考えか伺います。社会情勢に伴った利用者のニーズの変化を今現在どのように受け止められているのか伺いをします。明らかな事実ですが、導入されてからこの10年で利用者の高齢化が進んでいます。その意味でこれから運行体系を見直す際には、より一層福祉的な観点での配慮が必要になってくると考えています。高齢者が多くなるということでありますが、その福祉的な観点からということだけで、他にはどのような受け止めがあるか、担当部長にお聞きしてもよろしいですか。お助けワゴンの運行の課題ということになると思いますけれども、やはり先ほどの高齢化の問題と同時に、秋田方市の場合大きく JR あるいは国道、高速道路、そういった幹線道路がございますが、そういった幹線道路をつなぐような交通体系、あるいは外から来た時に観光で利用できる交通体系、そういったものが確立されていないという課題がございます。合わせてそういったものも検討していく必要があろうと考えております。以上です。もっともっとこのいろいろな課題がですね、網形成計画の方にも、これ30年の1月時点ですけれども上がっております。そういう観点をしっかりと言ってくださると思いましたが、そこは出てこないということで、今後について、のことに入りますが、地域公共交通計画というものが あります。少し聞いてみますけれども、私地域公共交通計画というのをウェブで探しました。これについて、秋田方市について関連するものといったら、地域公共交通網形成計画、さらには、総合連携計画、地域公共交通総合連携計画ですね。これが平成の21年3月です。地域公共交通計画というものが、出てこない。もう形成計画もこれ平成30年1月時点の草案となっております。ここについては、執行部としては公共交通計画というものはどうなっているのかお分かりでしたらお答えください。ただいまご質問のありました、地域公共交通計画でございますけれども、現行の網形成計画が改正されて、今度、地域公共交通計画に名前が変わったというふうなことになります。ですので、網形成計画が、から次に作るタイミングが地域公共交通計画というものに変わるということでございます。以上です。それは初めて聞いたことですが、それ改正は、何年何月ですか。政策企画課長。はい、正確な改正年度はここでは把握しておりません。ですね、
改正法が出て施行前に作成された儲け税計画は、改正法施行後令和2年これ11月27日以降ですね、地域公共交通計画とみなされるというのが入っておりました。その代わり、手続きはないけれども次回の計画見直しのタイミングなどで地域公共交通計画で定められている記載事項、努力記載事項を含むを満たしているか確認を行いましょうとあります。しっかり確認をしてください。そういった計画まだ素案がウェブに流れてます。大体に素案を公表するっていうことはそのままにされてるっていうのは私としてはあまり見ていいものではないと思います。しっかりと案ではなくて、計画として策定されたものを出していただきたいと思いますが、市長いかがお考えですか。まず公共交通計画来年度でしたっけ。はい、はい、来年度にしっかりしたものが出ます。で、素案云々の話があったんですが、素案が載ってると何がいけないのかはよく分かりません。悪いなんてことは一切ないはずです。なんか気分が悪いみたいなのをおっしゃいましたっけ。それはちょっと過剰な反応ではなかろうかと思います。むしろです。議論の痕跡がしっかりと残っているというのは良いことです。ある意味私も探せてその素案を見ることができて良いことかもしれませんけれども、市として、しっかりと、この、公共交通をどのように、計画を考えているのかというところが現れるところではあるかと思います。計画っていうのはたくさんあります。市にとっても、それの整合性をしっかりと取っていかなければならない中で大事なものであると思います。